株式会社富士屋は、長野県長野市に本社を置く、レストランブライダル業を営む企業。善光寺門前のレストラン、結婚式場、ザ・富士屋ご本人などを運営している。前身である、ご本人士屋旅館は、旧北国街道善光寺宿の本陣として長い歴史を持つ旅館である。善光寺門前の大門町は、旗後の営業を独占する特権を持ち30件。 ほどの旗子があったが、この中で、藤屋は、本人として、加賀藩前田家の参勤交代時の城宿となっていた。一生に一度は参れと言われる名刹、善光寺門前の宿場とあって、大門町は大変な賑わいを見せていたが、藤屋は各宿と客引きの禁止を取り決め、町の格式を保ったという。明治に入り1892年には、王風要素を取り入れた。 木造三僧楼に建て替え、対朝佐日館と称した。また、1888年に開通していた、新越本線の長野駅、吉田駅前にも、支店を出店し、鉄道の時代に入っても旅人の憩いの、場であり続けた。大正初期から始まった長野市の宿改制事業の中で、富士屋が面する中央通りも1924年から、翌年にかけて、倍の広さに拡幅された。 これに伴い沿道の昇華では、道幅相応の高さとする、防火のため日差し境を拡張する、塗り屋作り、または、鉄筋コンクリート作りとする等の申し合わせが、なされたが、この中で1925年富士屋も、洋風建築に改築された。1918年の善光寺に大門再建を担った宮大工、茂田昇在門が手掛けた、この建物は、外観は、 鉄筋コンクリートにタイルを張ったアールデコ町内部は木造スキヤ作りという和ン要塞の館である。この建物は1997年に国の登録有形文化財に長野市で初めて登録され、現在でもレストランウェディング会場として使われている。その衣装は街並みの集計が図られ文化財建造物が立ち並ぶ大門町の中でも ランドマークとして親しまれている。外観バルコニーマイナスの鉄製の手すりは、三毒アトリエの聖を知恵子が手がけた。皇族のほかの歌だたや伊藤博文、福沢諭吉渋沢栄一など、各時代の名士が通った長野屈指の名門旅館も、1998年の長野オリンピックの閉幕とともに天気を迎える。五輪特需後の宿泊施設の供給過剰や、 北陸新幹線や高速道路開通に伴う日帰り客の増加は藤屋にとっても大きな打撃となっていた。その中で17代目当主となった藤井大志郎は京都、東京の実例をもとに旅館業の休業とレストランウェディングへの業態転換を決断。歴史ある旅館を閉じることに岡村周囲は反対したが2年かけ納得を得2006年に 旅館業を休業して、レストランウェディング業に特化し、ザ・フジヤご本人に解消した。フジヤの理念である、不益流行の不益にあたるものとして、古くからの建物、庭園を極力残し、流行にあたるものとして、今まで希薄だった地元客の利用を業態転換により増やし、若い従業員の採用で新たなサービスの提供を図っている。2012年には、 富士屋の向かいにあり、同じく善光寺宿の老舗でありながら、前年に廃業した五名館を改装。パティスリーカフェ、富士屋別館、平五郎として復活させた。この平五郎は、将来富士屋が旅館業を再開した時に、アメニティやスイーツのショップとして展開することを考えた、ものである。なお、平五郎は、富士屋当主が代々襲名する名である。施設建物は旧。 扇屋五明館。ケーキや焼き菓子等の洋菓子を製造、販売する商店で、カフェを併設する。野号の、平五郎は、藤屋の当主が代々襲名した名前に由来する。軽井沢、プリンスショッピングプラザ、軽井沢味の町内の洋食店。長野駅、ステーションビル緑、新州お土産三道オラホ内の土産菓子店。ご本人藤屋には、善光寺七福神の一つ。 ホテイ・タケルが祀られている。善光寺七福神の中で唯一寺社ではない。祀られているホテイ・タケルは戦艦大和最後の艦長である。ありが工作の成果に伝わるものである。ありがとうございます。